皆さん、対抗立志伝楽しんでますか？マリサはやっとプレイでき始めた？のぼう様の介護してるぜ。新しいのぼう立志伝シリーズね。みんなもぜひ見てくれなんだぜ。それで今日はどんな動画なの？イベコンで制作された機能紹介だ。今回紹介するのは特殊評定。なんだけど、これまた DX でコンバートできないイベントだった。QPC 版イベコンでしかできない感じ？いや、もともと外部ツールが必要なんだよな。外部ツールって何さ？イベコンで機能制限がかかってる部分を解除する非公式ツールだぜ。それが DX には適用できなくてだな。マーボちゃんで似たようなのがもう開発されていたけど。ふむふむ、それで？この特殊評定の一部機能だけを DX に対応させたから、戦国のフレーバー機能として紹介したいって感じだ。なるほど。元々の特殊評定を説明すると、こんなことができたんだぜ。めっちゃいろいろできたんだね。そうだな。制作者様に感謝だぜ。DX に対応させる過程で機能を削ったので、今回は赤字の部分の紹介になるぜ。おお、家臣を切腹させることができるようになるのか。戦国のフレーバーとしてはいい感じになると思うぜ。それじゃ早速使ってみよう。今回も使用するのは織田信長だ。家臣に対するイベントだから対象は大名のみなんだね。うむ、表情の間に入ると通常の評定と特殊評定ってものが選択できるようになる。こんな選択肢見たことないよ。そりゃ追加したものだからな。特殊評定を選ぶと論功行賞へ進むことができる。すごい、織田家の家臣たちが表示された。ここで論功行賞をしたい家臣を選んでくれ。今回は勝家に地獄を味わってもらおう。それと親密度に注目しといてくれ。わかった。いろいろな選択肢が出たよ。これが特殊評定でできることになる。それじゃ家宝を与えてやるか。与えられる家宝は、自分が所有している価値簿の貴重品だ。信長の愛刀へしきりを与えてやろう。権禄喜んでるね。戻って確認すると親密度が上がっているのがわかると思う。ほんとだ。それじゃ次は奪ってやろう。さっきあげたばっかりなのに。さすが第六天魔王、信長様。お前のものは俺のもの。俺のものも俺のもの。いい響きなんだぜ。え。勝家から家宝を奪えたぜ。当然だが親密度もかなり落ちる。そりゃそうだよね。じゃ生意気な勝家を切腹させよう。は？勝家何も悪くないのに。おい、滝川、人手なし。こんな感じで切腹させることができる。な、なるほど。以上が特殊評定の紹介だぜ。追放もあるがありきたりなので割愛した。戦国的な要素が追加できるのはいいね。自分の家臣にもしたくない、けど他のところで雇われるのも嫌って武将がいたらバンバン切腹も押し付けちゃってくれ。ひどいけど、そんな使い方もあるのか。今後もイベコンの紹介などしていくから、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。